これあんまり濃ゆくしたらあかんんですけどね。これが微妙なとこですよね。プラーン。はい、毎度、ゴシアスプララン。本日はですね、桜の描き方第2弾ということで、前回はね、円形の桜を色付きで描かせていただいたのですが、今回はね、近景、近くで見た桜を、今回は隅のみで描いてみたいと思います。桜っぽく見せるコツなんかも紹介できたらなと思ってます。僕が前回スケッチをした、こうね、桜をヒントに描いていこうかなと思うんですけど、これね、霞桜といってね、葉っぱが花と同時に咲くタイプですね。葉っぱが咲くっていうんかわからんけど。で、なんで葉っぱと一緒に咲く桜を選んだかというと、ソメイヨシノって本当に木と花びらだけの構成なので、質感とか色味なんかをね、水墨で出すのが難しいんですよ。でもこうやってね、葉っぱにちょっと頼るじゃないですけどね。ちょっとあると、桜に見せやすいかなと思います。今回はこのスケッチを参考に描いていきたいと思います。例えば、簡単に考えて桜の白、薄いピンクを表すには、白描法っていうね、こう線のみの構成で、花びらを描いていけば、ちょんと花芯入れてあげてね。花芯はね、梅のように広がりませんよ、桜は。中心に割と筒形に立ってることが多いですね。まあ一応桜の花びらって描けますよね。でも、この白描をしてしまうとね、どうしても花びらの柔らかさを出すのって初心者の方は難しいんですよね。面のみで描く描き方を、木骨法とか付け立て法とか言うんですけど、こうするとね、シルエット的に花びらを描くことになるので、なんていうんかな、柔らかさが出しやすいですね。まあ、その代わり、引き換えとして、白さとか、色の薄いものを表すのが非常に難しい描き方のとなってますね。まあ、どっち取るかなんですけど、僕はね、結構このシルエットの描き方、木骨法が好きなので、今回は桜も木骨法で描いていきたいと思います。どうしようかな、2筆に分けようかな。桜の枝ってね、こう、コボコボしてるところがあるんですね。鉛筆もね、ちょっと止めつつ、描いていってあげると、桜の幹っぽくなりますね。で、今回はいつも描くときより、ちょっと枝を濃いめ、濃墨多めにしてね、濃いめに描いといてあげます。これなぜかというと、次にね、桜を描くときに淡墨なので、淡墨に隣り合った、色が濃いと、その、淡墨で描いたところが余計にね、白く見えるっていう。この作用を活かして、桜の白さをね、表せたらなぁ、と思ってます。桜の色なんですけども、本当にね、水にちょっと、これでも濃いぐらいやな。水に墨を加えるみたいな感じでね。もうほんまに、あるやなしや、あるかないかぐらいの墨色で、薄めでね、描いていきます。花びらの先端に切れ目があるので、二筆に分けてね、1、2っていう感じでね、描いていってあげると桜っぽい花びらになりますね。桜ってね、さくらんぼ見ていただいたらわかるんですけど、A がついてます。まあ、それを先に書いてしまうと、花びらがね、花びらの位置とかが邪魔されるので、先に全部花びらを書いて主役ですからね、後で A は加えていきたいと思います。わかるかな？この淡墨の中にも、ちょっとやけど、こう、階調があるんですよね。隅、淡墨一色ではないっていうことをちょっと、感じていただけたらなと思って書いてます。いやー、今日も雨でしたよ。今日はね、本当はね、椿園にスケッチに行く予定やったんですけど、雨やがなー思ってね急遽室内動画に切り替えたんですけど、近々ね、ちょっと椿園に、結構僕の地元にね、大きな、割と大きな有名な椿園があるので、
そこにスケッチ行ってね、YouTube の動画も作ってこようかなっていう予定はしてます。どうなるかわからないですけど、まだ。いやー、いいですね。部屋の中でお花見ですわ。ね。ちょっと待って、画角に入ってる？これ。入ってるね。完全に、おじいさんの、おじいさんの心境ですよね、こうね。僕、あんまりお酒飲まない方なんですけどね。なんか、いいですよね。部屋の中で水墨画なんか描きながら、一杯やるっていうね。爆山先生みたいな生き方ね。どうしましょう。20代でこんな生き方してていいんやろうか。つぼみは気持ち濃いめに書いておきます。はい、まあこんなもんかな。で、この段階ではまだ花が濡れてるのでしべは書き込みません。この段階でしべを書き込んでしまうとね、結構にじんでしまってくっきりした線が出ないので、先に他のとこを進めますね。で、こうね、こういうね、鱗状のね、頬っていうところがあるんですよね。A がここから出てるんですけど、こう鱗状のところも書き込んでいきます。で、葉っぱをね、このあたりから書いていこうかな。気持ちね、活筆、乾かし気味の筆でね、これあんまり濃くしたらあかんんですけどね。これが微妙なとこですよね。花だけやとちょっとね、寂しくて画面を持たすのって難しいんですけどね。こういう時に仕事してくれます。じゃあね、いよいよね、ちょっとにじむかもしれませんけど、それがまたいい味になってくれると信じて、花びらとね、この頬の部分をさくらんぼの絵でね、つなぐ感じにしていきますね。枝をちょっとほら濃ゆく描いたことによって、だいぶね、花びらの白さっていうか、ピンク、薄ピンクを感じさせる表現になってますよね。形なんてね、言っちゃえば適当っていうわけじゃないけど、雰囲気さえ出てればいいんですよ。割とね、人間の脳ってうまくできてて、桜っぽい形をしてたら桜のなんか群生みたいに見てくれるんですよね、脳が勝手に。だ、あんまり桜の形をきちっとあんまり描きすぎてしまうと逆にね、硬い絵になってしまうので、シルエット的にね、表現した方がいいかなと思いますけどね。僕はこのめっちゃ細い面相筆でね、葉脈とか、あとしべを描いていきますね。で、このしべもね、あんまりね主張しすぎると重くなるので、控えめにねつけていきます。そしたら一番濃いね、一番濃い墨で花芯を描いていきます。さっき言ったようにね、梅みたいにバーッと広がりません。中心でね、固まってる感じですね。かわいい。この花の向きに合わせてね、花芯も調整してあげてくださいね。乾いてからした方がいい作業と、半乾きの時にしておいた方がいいっていうか、その表情が出るね、作業と分かれてるので、これはもう経験上でね、感覚で選び取って描いていくといいですね。はい、完成です。いかがでしょうか。で、今回のポイントは、枝を思いっきり濃ゆく描いて、花びらをね、超薄めの墨で描く、この対比でね、花びらを白く見せるという方法でやってみました。こうやってね、うまく工夫することによって、墨一色でもね、様々な色を表すことができるので、ぜひいろいろ描いてみてほしいと思います。こうやって見てみるとね、本当にね、花びら自体はほぼほぼ陰影とかついてないんですけどね、抑揚が。これでも結構枝が濃く描くことによってね、だいぶ花びらの柔らかさとか、ピンクい
ピンクいって、ピンクのね、薄ピンクの感じを出せてるかなと思いますね。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやす。いやー、花びら散らんといてほしいな、雨でね。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやすー。